こんにちは、大石会計の吉田です。今日は地主さんの相続対策の大枠についてお話をしようと思います。地主さんから相続対策についてご相談を受けることが多くあります。相続対策を行う場合には、まずご自分が所有する財産、債務の把握と、将来相続が発生した場合にいくらぐらいの相続税の納税が必要なのかを知ることが大切になります。土地を多く所有する人は、所有する土地を次の3つに区分する必要があります。1つ目が守る土地です。自宅など将来にわたり残したい土地が該当します。2つ目が納税用の土地です。相続が発生した場合に売却等をして相続税の納税に充てる土地が該当いたします。地主さんの場合、金融資産だけでは相続税の納税に足りずに土地を売却するケースが多くあります。この納税用にすべき土地にアパートを建築してしまい、相続税の納税時にお困りの方も中にはいます。3番目が活用する土地です。不動産は保有するだけでは固定資産税や地価の下落により財産価値の減少になる場合があります。活用してご自分の財産を守らなければなりません。以上を踏まえて対策をする場合、次の3つを基本として検討していきます。一つ目が遺産分割対策です。これは争う相続にならないための対策になります。誰にどの財産を相続させたいかを考えることから始まります。遺言書の作成などが有効になります。二つ目が相続税の納税資金対策です。生前に相続税を試算して、どのようにその相続税を納めるかの検討になります。三番目が相続税の軽減対策です。相続税を軽減させるための対策ですが、財産の保有状況によって対策の仕方も変わります。相続税の納税が少ない場合や、相続税の納税がない方は、相続税の軽減対策を行うことにより損してしまうケースもあります。逆に相続税が多額にかかる方は、相続税の軽減対策は大変有効になります。相続対策について様々な情報が書籍やネットにありますが、相続対策は対策を行う方の家族状況や財産状況によって変わってきます。まずはご自分の現状把握を行い、自身に合った対策をすることが必要です。対策を考える場合はぜひご相談ください。